マレー1980年9月23日帯はアメリカ合衆国の啓蒙演説家である。高校時代までホームレスであったのにもかかわらず、ハーバード大学に進学することができたことで有名な人物である。著書にブレイキングナイトホームレスだった私がハーバードに入るまでがある。マレーは1980年9月23日にアメリカ合衆国ニューヨーク州のサウスブロンクスで、 生まれた。成果は、とても貧しく、月300ドルの生活保護費を受けて、父のピーター、母の寺院、姉のリサ、合計4人で暮らしていた。育ち盛りのマレーは、水道水で溶いたシリアルしか食べられなかったが、1996年、母の寺院が重度の麻薬中毒者になってしまった、ことにより、住んでいるアパートから追い出され、ホームレスとなった。 同時に注射器から感染したエイズにより母を失う。この時まだマレーは15歳の若さであった。母の死により一家は離散。以後マレーは地下鉄のホームで暮らすようになり、生きるためにゴミ箱を砂取り時には万引きなどといった窃盗も言った。学校でも家が貧乏であることを理由にいじめを受け、学校にも自分の居場所がなかった。そんな中、マレーは、 父が幼い頃から彼女によく言っていた学校へ行けという言葉を思い出し学校に行くことを決意。ホームレス施設で生活していた父を探し、マンハッタンチェルシーにある入学金が不要の高校であるヒューマニティーズ・プレパラトリー学院に入学する。必死の努力の末、マレーは2年で高校を卒業し、ニューヨーク・タイムズが主催する奨学金制度で2000年秋。 ハーバード大学に入学することに成功した。同時に、マレーの姉であるリサは、ニューヨーク州のニューヨーク州立大学パーチェス校を卒業し、自閉症の子供が通う学校の教師になった。病気で弱っている、父の看病に専念するためにマレーは2003年に、ハーバード大学を退学するも、マレーは2006年に、ハーバード大学へ復学し2009年6月、マレーは、 ハーバード大学を卒業した。2009年8月、マレーは臨床心理学の博士号を取得するために、ハーバードサマースクール大学院課程を専攻し、見事カウンセラーになることができた。その後マレーは、マニフェストリビングの創立者並びに監督になり、彼女の老い立ちを題材にしたテレビ番組ホームレスから、ハーバードまで、リズ・マレーの物語が2003年に放映された。 2010年9月には、マレーの著書、ブレイキングナイトが出版された。2013年5月19日、マレーは、社会奉仕に対する名誉賞を受賞し、マサチューセッツ州ノースアンドーバーのメリマック大学にて、卒業式の式辞を述べた。ありがとうございます。